ミミ。はい、どうも皆さん、トライアングルです。はい、あ、ここじゃねえや、ここじゃねえや、間違えてたわ。違うわ、お邪魔するとこ間違えてた。ちょっと家に戻ります。はい、僕の家に帰りたいと思います。はい、ただいま帰ってきたよ。はい、今回はね、いつものように、ちょっと僕の家で、何これ、武器に風の力浮き上がるよね、技の。え、今さ、ボム、うわ、ちょっとこれ今度ちょっと実験でやります、動画でやります。皆さんまだやらないで僕がちょっと動画にしますわ、俺。ちょっと気になった。ちょっと後でやろう。本当にカービィをね、謳歌しておりましてね、私。はい、もう、本屋で買いましたからね、攻略も。これ別にもう攻略してるんですけど、なんか新しい発見ないかなとか、もう見てるだけで楽しいんですよね、本当に。新しいカービィも新作出ないかな、待ってます。はい。別のね、ゲームやってもいいんですけど、どうですか、皆さん。なんか、いや、なんか、なんだろう。変に思われたくないですよ。なんか、このカービィが伸びたから、こいつカービィやりだしたなって思われたくなくて、だから最悪サブチャンでやるのもいいかなと思って。本当にちょっと実際にもカービィをやりたい、また。ちょっとやりたい、いろいろね、検証もしたいんで、それでやってもいいのかな、みたいな。そんなんか、あ、ごめんなさい、ごめんね、本題が全然あれだったね、出てなかったね。今回、まあ、サムネとか見ていただければ、本題何、私が、どんな変なことをするかってわかると思うんですけど、僕のそうですね、ほぼ、旦那ですね、はい。旦那のね、メタナイトちゃん、いるじゃないですか。まあ、僕の実家なんでね、ここは。はい。もうホームになりました、最近。はい、無理やり和解させてね、ちょっと、やったんですけど、あ、やった、ゲットだぜ。はい。今回は、メタナイトちゃんいるじゃないですか。で、メタナイトさんの、色違いでバルフレイナイトって言いますよね。だから今回メタナイトちゃんを、あれあれ、一人、カービィ一人にして、その、インクっていうか、なんだろう、なんだっけ、この絵師、こいつ、このペイントのカービィにしたら、で、ずっと攻撃し続けたら、もしかしたら、なんだろう、メタナイトちゃんの色が変わったりするんじゃなかろうか。で、若干バルフレイナイトっぽくなるんじゃないかなということで、今回そちらをちょっと検証してみたいと思います。あとね、もちろんでございますよ。刺さってる剣にも、出し惜しみはいたしもす。はい、いたしません。はい。刺さってる剣にも、色をずっと塗り続けたいと思います。そしたらちょっとメタナイトちゃんもしかしたら激怒する。もしくは、メタナイトちゃんの、剣に、インクを塗り続けることによって、もしかしたら、ブレイブナイトになるんじゃなかろうかと。はい、ということで、ちょっと今回もね、もう毎回この絵ですよね。この絵で説明してますよね。はい。ちょっとやっていきたいと思います。もう多分つくと思うので、ほぼ今回はカットなしということでよろしいでしょうか。まあ、倍速はもしかしたらワンチャンかけてるかもしれないんですけどね。よろしくお願いします。最近ね、リスナーさんに、トライアングルさんってなんで、自分では意識ないですよ。なんかね、なんでこんな喋れるんですかって言われたんですよ。なんか、台本とかあるんですかって言われたんですけど、台本なんてゼロですからね。はい。もう本当に、僕の中でなんでこんな喋れるのっていうより、なんでこんな無駄なことをずっと喋ってんのって言われる方が僕正解だと思うんですよね。なんかずっと、なんかちょこまか喋ってると思うと思うんですけど、別になんか本当に内容ないことですからね。本当に皆さんこんな僕についてきてくださって、本当にありがとうございます。ということで行きましょう。はい。まずちょっと剣をべちゃべちゃ塗りたいと思います。さあ、果たしてどうなるかな、激怒するかな。さあ行きますよ。塗ります。どんどん塗ります。塗ってきます。塗ります。あ、どんどん、ほら。どんどん下がどんどん濡れてきたよ。ほら。めちゃめちゃほら、濡れてきたんじゃないか、メタナイト。どうだ。ほら、バルフレになってみないか。どうだ、変わってみない。なんか変化あるんじゃない、これ、だんだん剣がさ、これ、青からなんか違う色になってんじゃないの、これ。あ、そんな気がする。あ、絶対そうだわ。どうした、今塗ってる最中だからさ、ちょっと、やめてーおい、メタナイト、何塗、おい、任せろ。ほら、バルフレイナイトに変化してみろ。痛いです。ほら、バルフレイナイトに変化してみろ、お前。ほら、変化してみろ。ほら、変化してみろ。ほら、変化するんだ。そう、メタナイト君。そう、ほら、変化する。変化するんだ。さあ、夢の国においで。そう、ほら、変化しろ。ほら、お前、ユニバーサルみたいになるんじゃない？やめろ。ちょっと待って、若干このエログの感じが若干ユニバーサルスタジオみたいに見えるのが僕だっか？ちょっと待って、そう、ここで、ところどころ、はぁって言うときはね、大丈夫なんだ。僕はね、そう、夢の国のね、友達を呼ぶんだ。さあ、殺戮しよう、夢の国の友達。さあ、行ってこい。そうさあ、金を出せ。あ、ちょっと待って、どんどん金を出せ。そう、入場料を上げたんだ、僕は。そう、負けないぞ。そう、ユニバーサルスタジオ。あ、ちょっと待って、やめてくれ。グービー、落ち着け。ちょっと待って、ちょっと待って、やめて、落ち着いて。ちょっと待って、何の真似すればさ、ちょっとメタナイト君この色変わってくれるかな。ちょっとミッキー、ちょっと待って、ちょっと待って、やめて、あ、くっ
そー待って、落ち着け、ちょっと待って、変われ、色変われ、黙って変われ、もう無言でいいから変われ。許さんぞ、絶対許さんからな、お前絶対許さん。ユニバーサルスタジオって使えちゃう。